髪流しました。今日はアイドル前髪なんだけど、眉毛何にもメイクしてないからさ、眉毛だけ色薄いんだよね目はしっかりメイクした分、余計眉毛の薄さが目立っちゃう。まあたまには。今前髪長いんですよ。昨日の公演の時思った方もいたかもしれないんですけど、前髪長いんだよね今。花びらありがとうございます。そう、4月3日レイポンの生誕祭も M のサイン公演出させていただきます。イエーイ、嬉しいです。レイポンの生誕祭、去年はまだ初日迎えてたけど出てなかったんだ。そうだ、4月3日団子ありがとうございます。音符ありがとうございます。バラありがとうございます。だるまありがとうございます。髪型かわいい、ありがとうございますね。なんか画質がなんか違うよね、いつもと。すごいなんかね、なんかありがとうございます。団子ありがとうございます。花びらもありがとうございます。よちゃんいい感じよちゃんお大事にしてね、ありがとうございます。花びらありがとうございます。お姉さん味が強い。そう、ハーフツインにした、久しぶりに。花びらありがとうございます。ゆちぽん最高、やったー、もちもち今日も帰るもちもち花びらありがとうございます。パチ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 。そうなの、そうなの、レイポンの生誕祭と、あと西ゆまと初めて一緒に出ますね。西ゆまとレイポンと私が9期生ではいますね。一緒にお祝いしたいと思います。今回はしっかり十分に期間があるので次こそ自信を持ってできるように、しっかり次こそしっかり練習できるので頑張りたいと思います。花びらと団子と1周年ありがとうございます。たくさん綺麗なお姉さん花びらありがとうございます。そう、春休みね、いっぱい頑張ります。1周年おめありがとうございます。あ、キラキラしてる、すごい、よく気づいたね。今日メイクキラキラにしました。伝わりますか、伝えるかなそう、キラキラにした、すごい、気づいてくれた。団子と花びらありがとうございますね。あっという間にしね、あっという間。団子とハートと花びらありがとうございます。来たよ来たよ来ちゃったよ、ありがとうございます。いたたたた、大人になってきた。そうそうですか、あら花びらありがとうございます。こんばんは、キュンです、キュンです。花びらありがとうございます。ゆちぽんポーズ、イカちゃんイカちゃん、花びらありがとうございます。躍動感があってよかった、ありがとうございます。ウィンク、花びらありがとうございます。残業後にヤシミンの夜配信がしびてます。わー、残業お疲れ様です、お疲れ様です。似合ってる、嬉しい、花びらありがとうございます。握手会今から楽しみ、ほんまに楽しみ4月4日から申し込みです。そう、めっちゃ楽しみ。東京ね、待ってる待ってる、めっちゃ待ってる。もう話すことたくさんすぎて絶対話しつきへんので、ぜひ待ってます。4月4日から。これ写真、うん、うん、上げ直すで今、うん、なんかちょっとさっきね、渚さんのが届きましたっていうね写真を上げたんですけど、ちょっと印律先が違いそう、やば、めっちゃ絡まってるコード。
これがこうで、これがこっちか。ちょっとツイッター上げ直します。皆さんいいね待ってますどれ、え、それなん。花びらありがとうございます。花びらで申し込み終わってるんじゃない。それはそうやけど、うん、おビスさん4月1日発売のビスさん5月号私でも掲載していただいたやつのカバーは長濱ねるさんらしいです今流れてきました。さっき9時公開だったんですよ。だそうです。ぜひゲットしてください。花びらありがとうございます。お、青春当たったよ。そっか今日当落や。青春ありがとうございます。当たったんや、ありがとうございます。待ってます。そう、29は青春、31は世代交代、ぜひ待ってます。宿題ある、宿題今日やりました。今日はね、ちょびっとやった。あ、あやぴょんさんのポストカードの公開されてる。そう、なんとビスさん5月号私とあやかさん、 NNB からはあやかさんとさくらさんと私が掲載していただいてるビスさん5月号はなんとえびつたさんで予約すると、えびつたさんで予約するとあやかさんのポストカードがついてきます。なのでえびつたさんで予約することをおすすめします。そう、ポストカード絵柄が公開されましたね。ぜひ見てみてください。あ、今 NGT さんのが上がったから次々上がるんじゃないかな。あ、だってビスさんの YouTube 上がったらしい。今 NGT さん上がったって北から来るのかな、北から来るのかな。確かに次じゃあ AKB さん。ツイート上げ直しました。すいません、配信中に上げ直しましたので見てください。ぜひ、そうてってれん、今日フラゲ日なんですけど、明日が発売日なんですけど、ちっちゃないかなママ、なんか危なそう。じゃあ渋谷なぎささん卒業コンサートの DVD が届きました。今日はね2日目のをザクッと見ました。これなんと1日目2日目あとビハインドもめっちゃ見たいんですよね舞台裏のめっちゃ見たい。映ってるかなあれね。結構いっぱいさ話した記憶はあるんだけど、まあ使われてるかわからないんだけど、そういっぱい映った記憶あるあと卒業公演も入ってるんですよね。なんとお得ですねそれね。そうなんです、とっても美しい。あとフォトブックもついてますね。めっちゃ感動でしたね。私もちょっとボケつつ渚さんの後ろにいる写真がちょっと映るかもですね。そう、あとこれスマホリングがついてきました私のには。じゃーん、花びらありがとうございます。1周年おめありがとうございます。ココーダーさん、いやーいやー、え、大人っぽい、みんな言うやん今日。そう、5時間かけて、うわーお疲れ様です。花びらありがとうございます。こんばんよっちー、こんばんよっちー。ね、1周年早すぎるよね本当。みんな赤ちゃんだったのに顔つきがお姉さんでもアミタンとか特にね、毎日あ、ほぼ毎日会うからあんま気づかないけど、前の写真とか見ると身長も伸びたし大人っぽくなったって思うよね。なんか出てきそう、出てきません団子と花びらありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。花びらとお団子ありがとうございます。
鍛えてるね、スライム鍛えてる。花びらと団子ありがとうございます。これなんか音消して見てみようか。あの、あれね、映り込み、あ、じゃあ1日目の方見ようよ。2日目さっき見たから。2日目はもう特大なところといえば私の伴奏なんですけど、1日目の方が出た曲は多いんですよね。でも2日目は特大なあのピアノを弾かせていただいたのが一番の特大ポイントなんですけど、あとはねほぼツリーだったんですよ。ん？ビハインド見たい、うん、でもそういう音あった方が面白いんじゃない。でもまあ映り込んでるかどうか、あ、確認ね。今から買う人もいらっしゃると思うんで。よし、1日目は曲数多かったんですよね。嬉しいけど、嬉しいことにいっぱい、そう、一番はやっぱモノマネかな。あ、やばい、わー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 、格付けチェックが格付けチェック見てたのさっきまで。渚さん出てるからすごいよね、格付けチェックなんて。私前からよく見てる番組だけど、それになんと渚さんが。団子ありがとうございます。鍋美味しいよね。鍋ハートありがとうございます。ウィンクの銃弾って曲を歌うけどウィンクできません。花びらありがとうございます。久しぶりのレイポンとの絡みも微笑ましかったね。久しぶり、確かに一緒に公演出たの M の初日ぶりだけど、でも一緒にショールームやったもん、めっちゃ久しぶりだったし、2人ともショールームしてる時が一番緊張してなかった。公演うち緊張したから。でもさすがのパフォーマンスでしたね、レイポンも。団子ありがとうございます。三色団子劇場めっちゃ当たる、うわーいいね。金曜日は仕事休めないので日曜投げたよ、ありがとうございます。わー、あ、来た来た来た、始まった。あ、ほうちゃんや、ほうちゃんメイクさんや、はい、これもう終わった後かな、かな。 ああやってドレス運んでるんやね、うん、すごい綺麗な渚さん。インタビュー寂しいね。そう、またこれを見ると渚さんに会いたくなってくるんですよね。さっきあの終わった直後かな、天に登っていましたね。花びらありがとうございます。ナイトヤッピー、ナイトヤッピー。あ、いいね、スミいいねしてきた、ありがとうございます。ほんまやリハ映像や、オンでやばメイクの途中や、絶対リハ映像や。よろしくお願いしますって言ってる、リハ映像や。あ、ほのぴすごーすごいな。リ、あ、みんなビブス着てはるわ。ビブス着てる、後ろで笑けるやつや。あ、ほんまや。すごい。レイオちゃんがいますね、レイオちゃん。お、お、裏や裏。ほんまやね。ツリーの裏はこんな感じになってます。結構狭いんやね。そう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 。ほんでガタ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 って。レインボースターありがとうございます。つまり DVD を買えばユチの渚のモノマネが見れるってこと、そういうこと。8割口調や。8割口調、そういうこと。でも高いんですよ、まあ、それはそう。それはそう。それ、あの Amazon ギフト券がね、皆さんにいただいたのがたくさんあったんで。そうそう、あ、徹子さんや、徹子さん、はい、Amazon で買いましたね。あ、めっちゃマネージャーさん映ってんねんけど大丈夫なのかな、うん、もうこれはしゃあないんかな。キャンディ
そう、明日が本番な、本番っていうか発売日なんですよね。花びらありがとうございます。右にしてるスマホリングハーフツイン Day 2 M30 だけ見ました。何やろ M30 って。あ、分かれへんけどピアノかなめっちゃ衣装がすごいたくさん。ね、すごいね着替え。かわいい。綺麗よね。うん。聖子ちゃんのねやつ。うん。髪型もリハでやるねんなちゃんと。チェリチェリーボーイ、チェリチェリーが踊りました後ろで。それあれやね、前田敦子さんがやってはったよね。花びらありがとうございます。団子ありがとうございます。雨女じゃないです、晴れ女、晴れ女。宇宙人の衣装はめっちゃ可愛いやで。そうそう、トゥインクルも今日見てたんですよ。ほうちゃん、ほうちゃん頑張れって思いながら。宇宙人の衣装めっちゃ可愛くないよね。あ、可愛いよねなんかあのいい意味であんまり NMB にない衣装やからさ、なんか清楚系でめっちゃ可愛い。あれめっちゃ着てみたい。めっちゃ可愛いよねあれ、めっちゃ好き。あの回った感じがめっちゃ可愛いあれ、うん、花びらありがとうございます。桜餅ありがとうございます。打たれました花びらありがとうございます。ダッピーウインクほんま団子ありがとうございます。団子花びらありがとうございます。あ、初出演の公演トゥインクルの前に見てた。わー、ありがとうございます。あれ、3月20日初日のやつかな。ありがとうございます、リバイバルで。うわ、そう、これこれ、このさステージの下をさ歩くっていうのがアイドルのライブって感じするよねっていうのを話したね映ってるか知らんけど。リバのとこ映ってないな。この真ん中のステージに行くまでに周りを歩くんですよ。裏下をこうこんな感じでね、めっちゃ鏡ながら歩くんですけど、それがめっちゃアイドルの感じがして楽しかった。真ん中で踊れた、めっちゃ嬉しかったわ。警備のスタッフさんも泣いてたんや。そうなんや、そら泣くわ。うちも右輪やってますよ。右輪大好き、わかる、右輪大好き。ほんまに M のセットリストの中で右輪は1、2を争うぐらい大好き。わかる、ケッツあ、渡し会までお預け。あら、渡し会ね。花びらありがとうございます。ほんまや、次渚さんと会うときはこれにサイン書いてもらうな。ほんまや、うまいね。ね、東京で会えたらいいな。会える日が来るかしら。ハートありがとうございます。横顔配信失礼しました。まつげ綺麗まつげ、そうそう、あの松パイ行ったからめっちゃ今まつげ綺麗。お試し券？何やろ、お試し券。早期の販売の時にね、早期予約したらお試し券、握手会かな。ああ、お試し券。ほんまや。何やったかな。早期で買ったけど。勝てへん。勝てへん。うん、早期だって握手会行かへんから。あ、そうかそうか。握手券はあのファンの方に。そうかそうか。そう、リハはみんなビブス着てる。そうそう。1周年記念ありがとうございます。花びらありがとうございます。お団子ありがとうございます。そう、めっちゃ揺れたあれ。そうそう、
ハート、あれテロップ、あれテロップ入れてます。やハートありがとうございます。花びらありがとうございます。あ、なんかトークタイム、ほんまや。あ、これあれ休憩中じゃん。花びらありがとうございます。ゴルフね、岡山に住んで友達、いや、いとこの家でや庭みたいなとこでやったことあるけど、それ以来やったことない。これいとこのお父さんが得意で、いとこに行った時にお庭で、なんか何年前やっけあれってぐらい前やけど、でもゴルフなんか最近やってる人多いから私もやるかなみたいな。ハートありがとうございます。よしみスライム落ちそうね。お疲れ様です。おー、最前列。お、デイワン仕事で行けなかったから見れ、楽しみ。うわー、めっちゃ見な、それは。そうなんや。博多からキャンマチ来たけど、は、博多帰りそうなんや。あら、次こそは入れることを。渚さん、花びらありがとうございます。うん、すごいね。あ、柳めっちゃ若にゃんさんのビブスがうっすらと。若にゃんさんのチェックの像ね、よう入ってある。あ、柳こういう時はね、なんか準備しとってやな。そう、後ろでガタ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 、次そうガタ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 、いいとこ映ってへんかってん配信で。そうやね。でも亀子さん特攻服の写真撮ってくださってた。なかなか着ることないからね、特攻服なんて。キャラ的にも当てられることほぼないと思うし。いや、家では特攻服な感じやねんけどな。いやいやね、いやもう家の人家族みんな増えてんもん。右人と、そうなんや、 M におしめ、どなたやろ。したいしたい、聞く聞く、めっちゃ聞く、2時間ぐらい聞く。お、29日青春します、待ってます、待ってます。ハートありがとうございます。庭でゴルフ大変でしょ。なんかめっちゃ田舎で、山が近所で、打ちっぱなしの網張り張ってんね、いいとこの家が。そう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 、あれちゃいますよ。あ、全然全然、あの簡易ですよ、簡易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 。ハートありがとうございます。お団子ありがとうございます。ゆちの聡明さの理由がわかる。まあまあ。ね、てんちゃん似合いすぎ。さなびらとお団子ありがとうございます。家では特服違うよ。握手会待ってます。リーゼントよしみ、やばい。この人みんな震えてんねや。花びらありがとうございます。お団子ありがとうございます。あ、これあの目薬のシーン。あーこう素の先輩見る会話見えるのもいいよね。めっちゃおもろかったこれ。これなんでタオル羽織ってはんの。寒いから。あせやせや、真冬やったもんね。劇場で特攻服の方とかいたの。花びらありがとうございます。あ、あやにおったわ。あ、おった、名前だけ。ビブスの下だけ写ってる。あやねだけ、アリハ終わった。一瞬写ってた、ビブスの名前確認しました。ビブスの名前から前進んでいこう。綺麗やな、すっぴんのに。うん、綺麗やな。だるまありがとうございます。ゴルフ経験者って5年前ぐらいの
1時間ちょいでやって、でもイシュミドってゴルフじゃやばい、ないですゴルフなんか最近ブーム来てません？ NNB で。いや分からんけど やりたいな、うん、球技でももう根本的に苦手なんですよ。ゴルフが球技か分からんけど、まあ球と触れ合うっていう点ではもう根本的に苦手なんですよ球技。わかぽんさんゴルフ行くかな、なんかお父さんと行ったって前ツイッターに載せてたよね。あ、ここも撮ってはったんや外。え、ほんまや、入るとこまで撮ってはる。撮ってはりますね。こんな感じだったんや、もうがっつりビハインドやな、めっちゃええ、かわいい。うわぁ、エンジン。ね、GSGK のてなちゃんの服めっちゃおもろかった服さん、そうそうそう、玉が小さくて道具使う球技難しそう。あの、テニスとか、テニス、バドミントン、バレー、バスケはちょっと根本的に苦手なんですよね。野球もソフトボールもえー、学ランの裏地に竜虎刺繍入ったやつ、怖すごい、自分でそうはないか、刺繍マネージャーさんめっちゃ写ってはね、がっつりトレーナーさんまでがっつり写ってるけどわあ、これあれか、最初の大喜利の入るとこ間違えるっていう出るとこか、ね、ぜひさ、バーチャルゴルフとかあるんですか？うん、あるよ。へえ、ゲームセンターみたいなやつやな。流れ星キャッチはでも得意、初球技は苦手だけど流れ星キャッチは得意なんですよ。あれまあ投げ方がさ、こう横投げやからって言われたわけだ中学のバレエのテストで ABC 評価でダーダーそいつなし、確かにもう枠外ダーって。卓球も苦手、そうそうそう、かこう空間感覚が難しいんだよね。花びらありがとうございます。メラメラいけそうにない、配信で、ま、見てくださいぜひ。メラメラ、そう、あさってメラメラ待ってます。ファミコンのゴルフめっちゃ G さん好きやった昔。ファミコンのゴルフ、へえ。めっちゃあのね、音がうーんとかいう音でポチャとかブブとか、あ、とか音なんねや。だからなんかもうほんまにただた ただただこのコントローラーの押すタイミングで球の飛びが変わったり、うん、ホールインワンで入ったりとかするんやけど、うーん、私もゲームボーイとか普通のディスクとかでめっちゃやってたら、おじいちゃんがめっちゃハマって、へえ、なんかゲームの部屋みたいなのがあって、うん、そこをやったらゲームしていいよみたいな部屋を一室あって、そこで私がゲームやろうと思ったらおじいちゃんがずっとやっとったおじいちゃんもゲーム好きやったんや。たそれはもう先祖代々懐かしい。へえ、あれか、からからあれだよね、学ランの首のこれだよね。それにも絵描いてあるんで、どっちは逃げる専門。でも逃げるはめっちゃ得意、瞬発力というか機敏というか絵投げっぷりやったそう、右腕、左手でマイク持つから右腕で投げるんだよね、いつも流れ星キャッチ。お、10時にありがとうございます。あったな、そうなんや、みんなのゴルフ、へえ。あ、 GSGK はああれか、バーチャルゴルフってそういうこと、本物のゴルフじゃなくて、あれか、あ、理解理解、あの理解理解、あの映像に当てるやつね、
ほんまにさ、これ VR とかそういう感じかと思った。花びらありがとうございます。だるまありがとうございます。スイッチスポーツね、あれでもスイッチスポーツやりたい。ちょっとまだアイヌが確認中。団子ありがとうございます。本番は今からなんじゃん。年齢独特の目の悪さで見えませんね、まだアイヌが。この渚さんの養殖衣装かわいいよね、スペシャルバージョン。あ、ほんでこれあれ言うとか間違えて、これ話聞きたいな、なぎささんの話。花びらありがとうございます。各曲の見どころとか思いとかをもう一回ね、そう YouTube で、そうそう、団子と花びらありがとうございます。旗包みしか狙わない。旗包み？へ、字間違えてないですよ、あやねの読み方が。いや絶対合ってる。旗包み？あ、ゴルフの話？うん、旗に当てるってことかな。旗に、年齢特有の目のあるさ、アールガン。あ、なんかこの R がね入れる穴のところに立ってる、肩にぶつけてショットするやつかな。へえ、あ、穴に立ってるやつか。まゆうさんおめでとうございます。元気かな。一番後ろまでツールやけどね、確か。え、届いたっけ、せえたっけ。確かになんか遠くまで行ったような記憶はなきにしもあらず。あ、これめっちゃ面白かった、オープニング。めっちゃ面白かった。うん、間違えたんやな。でもこれ、あれたちはさ、こうなるって知ってるけど、ほんまに、その時に知るファンの方は、ほんまに焦ったんちゃうかな。テトラの皆さん、演技うまいよね。でも三河さん、このライブの時ほぼリハーサル行けなかったってなんかで話してあって、ほんますごいね。あ、すなわちアールガン、エルガン、ローガン。水泳は得意なんだ。へえ、水泳は、あれね、水泳得意なんやで。得意ちゃうよ。え、でも普通の人は人並み弱ぐらい。100m 以上泳がれへんのは普通の人。あ、ドッジボールどっちも避ける。あ、そうなんだ。じゃあやってることは合ってる。ハートと花びらありがとうございます。え、明日誕生日おめでとうございます。プロゴルファー猿っていう漫画があったんや。プロゴルファー猿、すごい高速テクニック。へえ、ね、オープニング衣装めっちゃ可愛かったよね、1日目の。あ、なんか黄色衣装のペンライトは発見しました。なんかわ、ありがとうございます。結構発見しました。でも、あやねは発見できてません。あ、キュウキが映ってますね、今。ほんまや、あれやね。青空カフェでもっと話そう。団子ありがとうございます。花びらありがとうございます。カエル泳ぎ、カエル泳ぎ。あの、タガさんは目の調子が悪い時ではないのかな。え、ちゃうで、ちゃうで。え、それ789ライブの時やね。リーニャが自分の衣装をサワサワしてますね。どういうこと？なんかこう、池本さんが一生懸命インタビュー答えてる後ろにリーニャの。あ、出た、電気まだまず。48の曲、やってみたい曲多すぎて選ばれへんな。
多すぎる、やってみたい曲めっちゃ多い、めっちゃ多いすごいリアクション。猿番号ありがとうございます。今のところですね、あのあやねっていうビブスのみ発見しましたね。あやみちゃん寝てる。おい。かわいい。あ。あ。失礼しました。花びらありがとうございます。ゲストね、電気ナマズさん。初恋？初恋至上主義？なんやろ、初恋っていっぱいあるから、どの初恋や。予知の力でなんとかできるかな。そんな権力はないけど、まあ5年後ぐらいなら初恋泥棒。え、あ、出ました、出ましたね。お前おった。出ました。なんか何話してんのやろ。よかった。この時、え、あれこの時喋った記憶あんまないねんけど。シロリアンあんまり興味なさそうにいますね、皆さん。でも、あ、でもさっきちゃんが喋ってる、めっちゃ緊張してる顔してんねんけどみんなうろちょいしすぎやみんなふそわふそしてる。よかった、ビブスのあやねの文字だけかと思いましたね。よかったよかった。何話してんやろ。何やろうね。みんな後ろうろめっちゃうろちょろしてるの、めっちゃおもろいねえ、ピアノ弾けたの嬉しかった、めっちゃ。なんかメナメナみたいなのでお休み取った。わー、ありがとうございますね。真っ昼、平日の真っ昼前もんね。ありがとうございます、お休み。花びらありがとうございます。そう、ブルーレイのビハインドを見ながら初恋涙味冠ね、いつかやりたい、ピアノで。あ、ちょっと電話来た。あなたとクリスマスイブね、めっちゃ言われた、やれへんのかいって私もセットリストに入ってるって分かった瞬間ね、ズコーってなりましたけど、でも あれもあれでよかったですね。みんな歌がめっちゃ好きで、わ、ゲストランキング1位、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。1位ありがとうございますね、推しを探すのライブ DVD を楽しみ。わかるわかる。あ、あ、髪の毛映ったみたいな出遅れたけど、こんばんは、ありがとうございます。よそ行きの声あるあるねもしもし、あ、中身は閉めないで出ましたあ、裏でこんな風に見てくださってたんや、皆さん。青空カフェいいな。配信の時とはまた違う価格で見れるのもいいね。あ、入れ替わった。団子ありがとうございます。桜餅ありがとうございます。いつもの声と違うって言われてんで、え、花びらありがとうございます。ちょっとね、明日のあれだったんですよね。うふふ、うん、見切りおしめ探そうとか髪の毛映ったみたいなねあ、スカート映ったみたいな足映ったみたいな。ビブスだけで終わってたらどうしようかと思ったんですよね。でもツリーの時はめっちゃ足映ったって、自分の足とか自分の下半身とかよく映りがちやったから。ツリーやとね、あのこの前のそのこの時のライブはツリーの時に自分のスカートとか足とかね、あやねって気づくっていう。ハートありがとうございます。すごい、推しはどこにいても見つける自信はある、
さすが皆さんあれですね、ありがたいですね。ねえ、ほんまだん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 前に出ていこう、頑張って。推しが映ったら一時停止する派なので見終わるまでに確かに止まって花びらありがとうございます。あれや、もうこの前チカパレインボースターありがとうございます。あんな生写真ね花びらありがとうございます。生写真でも写り込み腕でわかんねえや、すごい。花びらありがとうございます。この赤白衣装めっちゃ可愛いよね、うん、可愛い、大好き。先輩ね、スタイルは良くて皆さん美人さんね。ね、顔ちっちゃ、そう顔ちっちゃいよね。見てた花びらありがとうございます。花びらありがとうございます。なんかめっちゃ今日まつげ目に入る。いや、わかりやすい印、何やろ、ね、え、それ夏じゃない。あ、この時気がしてなかった。まだ気がしてなかった、まだってか治ってた。夏の時になんかあの夏はずっとテーピングしてた。ケアってほんでその巻いてるさ、なんかやつから糸垂れとって、そうそうそう、テーピング直す時間なかったね。もうそうそう、徐々に前、徐々に夢があるよね。赤ポンさんタイムですね。ちょっとずつ前に、何やろ、多分さくらんぼの T シャツやったやん、めっちゃ可愛い。あ、待って、知らんかった。あやねのやつもポストカードあるんや、すごい。今ビスさんからね、あのタグ付け来たかなんやろと思ったら、あの NNB48 特典ご紹介、エビツタさんはあやぴょんさんのポストカードで、うん、タワーレコードナンバーパークステンは私のポストカードで、ね、知らんかったそれは紀ノ国屋グランフロントで買う、グランフロントのキュラフクニアで買うと松作さんのポストカードが出てくるみたい。これは予約じゃなくて買ったららしい。しかも、このポストカードともに私のどんなメイクとどんな服やったかっていうのも、それはおばあちゃんもう予約された方はちょっとあれかも、もう予約しちゃったよって方はあのちょっとあれなんですけど、タワーレコードナンバーパークス店でビスさん5月号を買っていただくと、なんと私のポストカードがついてくるみたいわお。なので公演の時とかにぜひタワーレコードナンバーパークス店さんにぜひ行ってみてください。ほんであれでもここで買おう、そうここで買うわ。あれでも4月1日発売です。あれでもここで買うわ、行ってその場で写真撮ろう。ナバパークステンさん、あのあれですね、渚さんの卒コンも売ってますし、タワーレコードナンバーパークステンのタワーレコードさんで渚さんのなんか特大パネルと、パネル店は別田さんなんですけど、普通の特大パネルはやってるみたい。あとビスさん5月号はぜひポストカードついてくるらしい、イエーイ。映像の見切り探すのは得意だけど現地ではよく言うしな。予知選抜超待機、頑張ろう。やったー、ありがとうございます、頑張る。花びらありがとうございます。ねえ、顔ちっさい、ほんまに。基本推ししか見ないか分かりますよ、わーおー、ありがとうございます。足の筋肉の感じでわかるすごい、アイヌの足の筋肉ムキムキやから見つけられるかも。めっちゃ細かったのにな、足は。もうダンスやり始めてからめっちゃムキムキになりました。足結構ほんまにムキムキ、陸上部レベルでムキムキなんですよ
そう、知らんかった。あ、でも知らんかった。このビスさんのタグ付けで知りましたよ。ポストカードやって、タワレコ、ぜひタワレコで公演お帰りにでもぜひ。知らんかった。そうなんや。ちょっと早急にとりあえず陰律だけ、陰律じゃないわ、リポストだけしときました。とりあえずぜひ見てみてください。あ、ちょっと NGT さんだけですね。ビスチャーミングはどんな絵柄かももう公開されてますよ。見ましたかね。なんとびっくり、ぺっかりおでこだったんですよ。まあ詳しくは見てみてください。あ、そうね、もうデコミ乗ってるんや。うん、リポストだけとりあえずした。関東民敗北、確かに代行あり、あり、あり、代行代行ね、ぜひ遠いよって方は代行やね。タワレコさんです、ナンバーパークステン。そう、29日、確かに20、あ、29まだ販売されてないわ。4月1日以降ですね。そう、4月1日以降ですね。4月1日発売やから、何じゃこれなんとなんと、みんなでぜひね、もうもうエビツタさんで予約しちゃったって方はもう一冊タワレコで、遠いてんてんてん、ぜひ代行でね、代行ででもゲットしていただけたら。花びらありがとうございます、ありがとうございます。そう、ビスさん公式に4月1日お休みやから、おお、発売日にありがとうございます。ぜひ、すごいな、サインかけるかな、嬉しい。お、この配信で知ったから、ビスナンバーパークスさんで買うね。ぜひ、ありがとうございます。それもそう、ショールームみんなヨシミンティーでいきましょうデコミン、そうなのよ、ぺっかりでした、ぺっかりおでこでした。そう、日々の鍛錬でムキムキなんですよね。桜ありがとうございます。あ、全部やりはるんやね。東京は東京でとか、そのポストカード、やった、かわいすぎ、ほんま。ブルームちゃんは似合うし、なんだこれおでこバージョン、そうなの。しかも大好きなブルーでね、あれの好きな服の系統で嬉しい。あれかな、 NNB の特典をってことは NNB 以外のグループさんの特典も公開されてるのかな。うん、出てる出てる。ほんまや、これは知らんかった。知らんかったね。広島店とかなんやね、やっぱ博多や。うわ、こんな感じやったんや。会えなかったんですよ、他のグループの方と。わーお、かわいい。わーおみたいなねあのベスト10風の面白かったよね。うん、面白かった、うん、ベストなぎ先輩。エイプリルフールちゃうちゃう。テレワークやったけど出社して昼休みに帰ってきますありがとうございます。よしみん集合しちゃうね、よしみん。まあそれらしき方がいたらみんなよしみんってことやね。花びらありがとうございます。お、朝一でありがとうございます。ぺっかり青着てるの好き、やったー。そう、青好き。最近はピンクも多くなってきたけど青も好き。お前ね、 NMB だけ3店舗ね、よしみんみんなパークスで花びらとハートありがとうございます。即興サイン会勝手に可愛い、嬉しい。そうなんや、やった、よかった。おでこやからちょっとドキドキしてたんですけど、仕事帰りにぜひ。ありがとうございます。わ、花びらや、ありがとうございます。花びらどっさり、ありがとうございます。綺麗、わ綺麗、わ綺麗綺麗、ありがとうございます。今から早い早い青春の衣装似合ってる、嬉しい、ありがとうございます。
肩出し可愛いよね。ズボンは姉が着るのはレアやし、肩出しも可愛いし。花びらありがとうございます。タワレコイケて4月6日だ。全然全然ありがとうございます。ぜひいつでもゲットしに待ってます。みんなよしみん集合や。仲良くなりそうやね、みんな。ぜひ一緒に。花びらありがとうございます。うわ、かわいい。レイさん、なや結構長めなんかな、もしかして。この映像え、ちゃうね、この映像自体が、うん、30分ずっと。あ、そうやけど、まだまだあれ30分あって、まだ1日目の中盤やから。まあ、今のとこあれに、あの、2回見た。かわいい。花びらありがとうございます。レインボースターありがとうございます。ん、ショップの壁にクリパのなんちゃらがかかってたけど、ミシミ漏れてる。え、なんやろ、見てない。最近ショップ行ってないから見てない。何がかかってんやろ今。クリパのなんだろうね、見てみよう。クリスマスパーティーのグッズ売ってるんかな今。写真、あ、生写真は発売って書いてた。そういえば25から発売ベースって書いてあった。なんかの生写真ぜひゲットしてください。何やったっけ。ちょっと最近インフォメーション語とか多くてさ、あんまり置いてないねんけど、何やったっけ、なんかの生写真発売ベースって書いてあった。あった、ジャニュアリーの生写真が発売されてみた今、オフィシャルショップで。ぜひゲットしてください。ジャニュアリーって何のグッズでしたっけ。タオル、急いで調べ中。タオル買ってへんわ、緑のタオル買ってへんわ。ジャニュアリー何の生写真やっけ。あー、振袖や、振袖、うんうん、振袖の生写真が昨日からショップで販売されてるみたいなので、ぜひゲットしてください。花びらありがとうございます。レインボースターと三色団子をもちもちありがとうございます。花びらありがとうございます。タオル、そうなんや。展示品以外売り切れ、ありがとうございます。見に行こう。タオル漏れてた。あの衣装かわいいよね、でも。花びらありがとうございます。見本でよしみ、嬉しいね。鍵閉めやったんや今日、すごい、ありがとうございます。9時やったね。お、生写真今日届いた、そうなんや、ありがとうございます。お迎え、花びらありがとうございます。お団子ありがとうございます。1位やって今、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。今10万ポイント達成。わー、ありがとうございます。10万ポイント達成、ありがとうございます。ありがとうございます。展示品買いますか。あんまりこうあれあれあれっていう感じやけど、このあれがあれなのかな。何あれがあれって。団子ありがとうございます。もちもち。展示品買いますかって、ね、あの一定限りですっていうやつ。渚さんが美しすぎてね。じゃあこれでもオフショット載せれるのかな、まあ、ちょっと発売日まで温めとこうかな。う、ね、うん、発売日とともにオフショット載せますね。まあ、オフショット言うてもこの写真と似てるけど、そう、こんな感じでね、めっちゃ素敵なメイクと素敵な衣装と素敵な撮影で本当楽しかったので、ぜひゲットしてみてください。
ハートありがとうございます。あ、これめっちゃ面白かったやつ。そう、ピコピコハンマー、マジスカロクンローだったっけ。もうみんな、皆さんノリノリでめっちゃ面白かった。びっくりするぐらいノリノリで、お団子ありがとうございます。写真、写真ね、写メ会ぜひ待ってます。写メ会、あ、やば、男女呼びします。十字屋来てくださってありがとうございました。明日の配信は前夜祭やった、今日そういえば。明日は6時半からと20時半から配信します。明日でなんとびっくり毎日配信365日の予定、私が体調を崩さなかったらはい、ぜひ待ってます。みんな、あの乾杯の飲み物待って持ってきてくださいね。ぜひ待ってます。前夜祭感じちゃう13位、番茶さんありがとうございます。12位、さくちゃんまんさんありがとうございます。11位、リットさんありがとうございます。10位、ウーカメインの箱しさんありがとうございます。9位、みょんさんありがとうございます。8位、かつらさんありがとうございます。7位、あさがさんありがとうございます。6位、よんさんありがとうございます。5位、しょうちゃんありがとうございます。4位、やすさんありがとうございます。そして3位は、ドゥルルルルルルルン、ともかずさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位は、ドゥルル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 ン、エフさんでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位は、ドゥルル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 ン、ヘイハチさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございました。明日は6時半からと20時半から、20時半からの前にちょびっとだけルームスしようと思ってるので、ぜひ待ってます。明日は365日、ぜひ乾杯のドリンク持ってお待ちしてます。ではまた明日、次の配信も来てくれるかな。またねー。